こんにちは、瀬口かなです。本日は私のお出かけ前のモーニングルーティンをご紹介します。よかったら最後まで見てください。それではスタート。スキンケアは化粧水の前にこのブースターを使って CNP のヒーリングブースターを塗ります。セットッシュで肌を柔らかくしてくれるので化粧水の前にいつもやってます。化粧水がアドライズのアクティブローションディープモイストを使ってます。これすっごい保湿力が良くて乾燥肌なのでいつも朝のスキンケアでも化粧水を使ってます。美容液がクラランスのダブルセーラム、めちゃくちゃ良きです。これは何でしょうね、ハリを与えてくれるというか、エイジングケアにもなってめちゃくちゃおすすめです。香りもすごくいいんですよ。でちょっと乾燥が気になるなって部分だけに、さっきの化粧水と同じメーカーでアドライズのアクティブクリームを塗ります。結構めちゃくちゃね、油分が多いんで本当に適量で、ね、好きになる部分だけちょっと乗せていきます。本当にこれぐらいで大丈夫な感じです。でこの時間でいつもニュース見てます。世間を知る。わかんない、こんな感じ。とりあえずフルーツの盛り合わせとパン。よし。ああ、行ってしまわれた、行ってしまわれた。ちょっとあら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 、フルーツ盛り。よし、いただきます。いただきます。外食続きだと脂っこいものばっかだといつも朝はフルーツにしたりしてます。ちなみにご飯よりパン派です。もう時間なのでそろそろメイクの準備をしたいと思います。よいしょ。RMK のベースをやりたいと思うんですけど、とりあえず日焼け止めは、これ日焼け止めなんですけど、日焼け止めはもう絶対つけます。で本当の下地がプリマリスタを使ってます。もうてからないように。もともとフランジュクっていうアイドルグループをやってて、でそのアイドルグループは男装ユニットで、なので男装して、歌を歌ったり音楽活動をしてました。ライブとかもやったり、なんか知ってくださってる方もいると思うし、でもね
誰みたいな思ってらる方もいらっしゃると思うんですけど、昔はそういうアイドル活動をしてて、今はゲームのお仕事したり、あ、すっごいやばい、本当にガチすっぴん、ゲームのお仕事をしたり、ボーチェのボーチェストとして活動してます。モデルさんみたいな活動してます。クッションファンデはクリオを使ってます。キルカバー、みんな大好きキルカバー。なんかよく何使ってるんですかって質問あるんですけど、眉毛、アイブロウはセフォラの使ってます。っていうのもなんかハワイ旅行行った時に、旅行中になくなって、だからもう急遽セフォラで買うっていう。こんな感じになってるんですけど、ちょっとここら辺はぼかします。いつもブラシでなんかめっちゃ眉毛の形ってなってるのはあんまり好きじゃないから、ちょっと外巻きにしていきます。ちょっと気持ちもなんか外巻きになってるんですけど、ちょっとストレートかけながら毛先を外に巻いていきます。スプリングコートです。で、中は肩出しもできる、ちょっとねこういうオフショルな感じとひらひらなちょっとプリーツスカートになっている、ちょっと変わったデザインのこういったコーデをしてお買い物に出かけたいと思います。それでは行ってきます。